3年前文香さんは大学で同級生だった直人さんと結婚した新しい暮らしが始まり最初の春を迎えようとしつつある頃直人さんに転勤の内示が出された転勤先の死者は新幹線での移動が必要な距離にある 文香さんは子供が生まれるまでは働くつもりでいた経理の仕事は性に合っていたし会社の人間関係も良好で何の不満もなかった転勤は1年限りという話だったので直人さんには単身赴任してもらうつもりでいた最初は直人さんもそれで納得していた ししかし転勤の日が近づくにつれ直人さんは本意した「俺にとって文香との生活がいかに大事か気づいたんだ一年も離れ離れで暮らすなんて耐えられない一緒に来てほしい」文香さんは熟考した末勤めていた会社を辞めて直人さんについていくことにした プロポーズの言葉はなく流れで至った結婚だったので直人さんの言葉は胸に響くものがあったというそこまで必要としてくれるのなら行くべきだと文香さんは心に決めた直人さんが勤める会社は福利厚生が手厚い特に転勤者は優遇されていて社宅なども用意してくれる 会社は直人さんは単身赴任する者として配置転換を進めており用意していたのは独身車用のマンションだった既婚車用の社宅はすでに埋まっているそこで会社は急遽新しい社宅を用意することになったそうして文香さん夫婦に用意されたのは築15年ほどの一軒家で 前の住人の使い方も良かったのか新築に近いぐらいに綺麗だった家があるのは畑と家が混在している閑静な住宅街の一角引っ越してきた日に向こう3軒に挨拶して回ったが家の右隣畑を挟んでその向こうに立つお宅だけは不在だった 直人さんの次の休日まではだいぶ間があったので引っ越しの翌日文香さんが一人で凛家を訪ねることにした文香さんはコミュニケーションにあまり自信がある方ではなく一人で挨拶することにかなり緊張したという凛家はインターホンこそカメラ付きの比較的新しいものだが 家自体は相当な築年数が経っているようでくすんだ印象があった。インターホンを鳴らすと、はい、何でしょうか優しい感じの声がマイクから流れてきた。少しほっとしながら来訪の意図を告げると、ちょっと待ちくださいね、と明るい声が返ってきた。 隣人が玄関扉を開けるまでは少し時間がかかった出てきたのは60代と思われる女性で痩せぎすだが明るい笑顔をたたえた顔には陽気な印象があった二言三言話していると「立ち話もなんだからちょっと上がっていらして」と言われた無限に断ることもできず 文香さんはお邪魔させてもらうことにした玄関を上がると家の中が暗いように思った今に通されてその理由が分かった玄関とは反対の方角に大きな窓があるがシャッターが下ろされていた隣人は文香さんに座布団をすすめお茶を運んできた 旦那に先立たれ息子たちは他県で働いているかれこれ十年ぐらい隣人は一人でこの家に住んでいるというひとしきり自分のことを話すと隣人は根掘り葉掘り文香さんのことを尋ね始めた旦那さんのお仕事は親御さんはどこで何をされている方なの お子さんのご予定は初対面にしては突っ込んで聞いてくるので少し並行したまだまだ質問攻めは終わる気配がないその渦中で隣人は不意に席を立ったお茶菓子がないわねちょっと買ってくるわ文香さんはお構いなくと止めたが 隣人はいいのいいのと手を振るこの部屋暗いわよね隣人は窓を開けガラガラとシャッターも引き上げたちょっと換気もさせてもらうわね窓を網戸にすると隣人は家を出ていった 一人残された文香さんは部屋の中に大量に置かれた人形をひとしきり眺めたよく見ると人形や棚にほこりが積もっている机こそきれいだが床もほこりや髪の毛などがそこかしこに落ちていたこの部屋はあまり使われていないのではないかと思ったがあまり深くは考えず スマートフォンでお気に入りのブログを読み始めたブログを観覧し始めるといつもならあっという間に時間が過ぎるのだがその時はなぜか集中して読めなかった何か落ち着かない他人の家だからか大量の人形に囲まれているからだろうか ふと、匂いに気づいた。ドブ川のような匂い。アスファルトが濡れた匂いにも似ている気がした。雨でも降ってきたのかと窓に目を向けたが、外は晴れている。胸高の窓から木々が見える。おそらく庭があるのだろう。確かその奥には、 別のお宅の畑があったはずならば堆肥の匂いだろうと思いまたスマートフォンに目を落としたカチコチと時計の音がやたらと耳についた何度も視線を上げて部屋を囲う人形たちに目を向けてみたりしたなぜかわからないが 文香さんは不安な気分になっていた一時間近くたってようやく隣人が帰ってきた「ごめんなさいね車でスーパーまで行ったんだけど道が混んでて」手にしている小さなビニール袋から取り出したのは徒歩圏内にあるコンビニでも売っていそうなポテトチップで 買ってきたのはそれだけのようだった文香さんがポテトチップを二つ三つつまんだ頃隣人はちらりと時計を見た「あらもうこんな時間なのね」文香さんはそろそろ失礼しますと言って林家を後にした自宅へ向かう途中 ガラガラとシャッターが閉まる音を聞いたその数日後文香さんがお昼ご飯の準備でも始めようかと思っているとインターホンが鳴った出てみると隣人だった「ちょっとお昼ご飯作りすぎちゃったのようちで一緒にどうかしら」 お昼ご飯は自分の好きなものを食べたかったが文香さんは断らなかった通されたのは前回と同じく今でやはり窓のシャッターが降りていた出されたのは少量のもやしだけが乗ったラーメンだったおそらく袋タイプのインスタント麺後で考えると 作りすぎるということは考えにくいのだがその時は隣人がマシンガンのように繰り出すおしゃべりに気を取られていた食べ始めてすぐに隣人が席を立った台所に向かいすぐに戻ってきた「お茶っ葉が切れちゃったみたいちょっと買ってくるわね」 いえいえ大丈夫ですのでと止める文香さんに構わず隣人は窓に向かうとシャッターを開けて網戸にした隣人は急ぎ足で外に出て行ったやはり落ち着かなかった残り少なくなっていたラーメンが急に喉を通らなくなった 窓の外からこの前と同じような匂いが漂ってくる。ふみかさんは窓を見た。網戸の向こうに誰かがいた。隣人ではない。男性のようだがはっきりしない。網戸のせいで見えにくくなっているわけではなかった。 奥の景色ははっきりと見て取れるなのにその手前にいる男性の姿がおぼつかないまるで日焼けした写真に写る人物のように姿が色あせて見えるこちらを見ているようだがどのような顔をしているのかも何を着ているのかもわからなかった やたらと静かだったうるさいぐらいに聞こえた時計の音も聞こえない網戸の向こうにいる人物はゆらゆらと動いていた汗が吹き出てくる手が震えて思わず箸を落としてしまったおかしい 香さんの頭がふふららとしてきた頭が一人でに揺れ始めた網戸の向こうにいる人物と同じ動きをしていることに気づいた視界がぐにゃりと歪み真っ暗になった目を開けると青空が目に飛び込んできたそこに朱色の線が浮かんでいる 文香さんは外にいて仰向けに寝ていた朱色の線は木製の板で体を起こして見てみるとそれは手作りのものらしい鳥居だった板の組み方はいびつだし塗られた朱色のペンキもムラがあるふみかさんは鳥居のちょうど真下にいた その奥文香さんの足の先にはこんもりと土が盛り上がっている部分がある高さは1メートルほどで円形の盛り土頂上にはいくつも石が積まれていて塚のように見える地面に手をつくとズブズブと埋まったぬかるんでいた あたり一面台風でも通過したあとのようなぬかるみで文香さんの体も泥だらけになっているあたりにはドブ川のような匂いが立ちこめていた土は腐っているようでヘドロのようだった鉢植えが大量に並べられてあるがぬかるみに埋まって傾いているものや倒れているものもあった そこに植えられている植物はすべて枯れ果てていた犬小屋もあるがモコモコとした緑色の壁に覆われている春なのに木々には一枚も葉がない庭にいるようだった奥に家があるくすんだ色の壁隣人の家だ なぜ私は庭にいるのだろう確か居間にいて窓の向こうに誰かがいたその窓がある窓越しに隣人が家の中からこちらを見ていたニタニタと笑っているあの なんで私は庭にいるんですか確かお昼をいただいていて近づこうとすると言い終わらないうちにガラガラとシャッターを下ろされた文香さんの目に涙が溢れてきたなんでこんな目に遭わないといけないの しばらく晴れの日が続いているのになぜこの庭は腐敗するほど水気を帯びているのか自分がこの庭にいるわけもお泥にまみれている理由もわからなかったよろよろと立ち上がり玄関に回った何があったのか知りたかった しかしインターホンを鳴らしても隣人は応答しない。ドアを叩き続けても出てこなかった。押し殺した笑い声のようなものが漏れ聞こえてくる。重い足を引きずって自宅に帰った。シャワーを浴びようとして、下着まで泥だらけになっていることに気づいた。 夫が使っている目の粗いタオルで全身を洗った時間をかけてこそげ落とすように何度も何度もこすった数時間後に浴室を出た時には全身の皮膚から血がにじんでいた夕食を作る気力はなく直人さんには具合が悪いのと説明した 本当に具合が悪かった下腹部が重く鈍い痛みもあった震えながら病院に行くと衝撃的なことを告げられた「堕胎手術をされてますよねその予後が良くないようですね」妊娠に気づいたのは ふみかさんが会社を辞めて引っ越しをする直前のことだった。なおとさんはとても喜んでくれていた。ふみかさんもこのタイミングでの妊娠に深い縁のようなものを感じていた。だから打体手術など絶対に受けていない。なのになぜ子供はお腹からいなくなってしまったのか。 唯一思い当たるのはあの日のことそれからの数ヶ月間文香さんの記憶は曖昧になる近所の家々を回ったことは覚えている隣人のことを聞いて回ったのだがみんな多くを語ろうとはしなかった唯一聞けたのは 80歳を超えていると思われる老人からの「あの家の人間はみんな出て行ったあの女とは関わり合いにならない方がいい」という手遅れのアドバイスだけだった夜中に家を出て林家に火をつけようとしているところを直人さんに羽交い締めにされた 文香さんは泣き叫び何があったのか直人さんにすべてを話した直人さんの説得によってふみかさんは警察に訴えることにしたしかし隣人は犯行が可能だと思われる時間にアリバイがあったふみかさんが庭にいる時窓から顔を出しているのを見ているが 隣人はその直前に帰ってきたことは動かしがたい事実であり犯行につながるような証拠は一切見つからなかった抜け殻のようになってしまった文香さんは実家に帰ることになった知人から文香さんを紹介され彼女から直接お聞きした話である まるで共通の友人の話でもするように文香さんは朗々とこの話を語ったそして私がどんな仕事をしているか知人から聞いていたらしくこの話絶対書いてと目を輝かせてせがんだ知人によれば文香さんはこの話を会う人全員に語っているのだというなぜなのか 客観的に話すことで自分の過去から切り離そうとしているのではないかと知人は指摘した。文香さんは窓を閉め切った部屋の中で机の下に潜ったまま過ごすという生活を長らく続けてきたがある日を境に急に行動的になった。この変化に知人やご家族は期待しているのだという。 知人とご家族の意向もありありのまま書かせてもらうことにした文香さんは30代だと聞いていたが肌や髪の色つや顔つきなどを見るともっと年を取っているように見えた昔の文香は童顔で若く見られるぐらいだったこんなに痩せてもいなかったし 旦那の転勤先から帰ってきたら何から何まで変わっちゃってて文香さんは過去の自分が写っている写真をすべて処分したのだという1年で終わるはずだった直人さんの転勤は今年の春で3年目に突入することがすでに決まっている